こんにちは。こんにちは。バブシーです。ね。ちょ、もうマジが逆光。俺から逆光。光っとるっすよ。光っとるっすよ。あんまり変わらんくない？いえ、僕マンバンですから。あんまり変わらんくない。あれ？あんまり変わらんと思うけど。ってことで、シビック見ていきましょう。はい、お願いします。なんか取材も人によってテンションが変わる。いや、そらね、今日はなんかおとなしいね。なんかすごい静か。キャラ編、はい、おっさんになったんで。グリルって無限？いや、これはなんか無限もこんなグリルじゃなかった？違ったっけ？無限ね、上があるんですよ。あ、で網網だったっけ？そう、無限じゃないんだ。タイプ R って多分入っとるっすね。あ、じゃあ無限って入ってるか。あ、入ってるね、うん、俺さ、ホンダ車のここ好きなの。ここなんかこのライン、ヌメッとしたライン、これのせいで整備しにくいですからね。これね、R ビオデッセイとかもね、こんな風になってるよね。そうそうそう、もうずっとそのラインですよね。なんかホンダっぽいなと思う、このライン見ると。ここだけ見るともうホンダってわかるもん。もうわかるよね、ほんまに。部分的に見てもただ何かはわからんかも。そう、こって見たらオデッセイって言ってたここだけね、ワイパーと。なんかオデッセイちっちゃくした感じ。前はね、なんか前は薄っぺらくした感じですね。フレーム違うよね。違うよね。違うでしょ。ベース、うん、で穴開けちゃって、もう突貫工事で そう。で、これ何のフレだったっけ。何でしたかね。これなんかね、スタッドレス用に買って。あ、そうなんだ。答えにしちゃったっていう。そういうことね。そうで、ブレンボー。純正だよね。純正ですよ。うわ、モデューロ。モジューロじゃないと思うんですよね。多分貼ってるだけだと思うんですよ、これ。嘘やん、これモジューロじゃないの、この形。だってタイプ R の純正これですもん。あれ何これ。多分ね、貼ってるだけ。前のそう、オーナーさんが貼ってるだけだと思うんですよ。モジューロって久々なんか言った。あと、このバイザーめちゃ懐かしい高いっすよ、今これ。これ高いの、これ、はい、これ、うん、ホンダ車やたらこういうね。そうこれ、あの窓が吹きにくい。ここ手が入らんのよ、ここ。それね、切れるんですよ、ここ。これ危ないよね、出入りすぎて、うん、あれでもこれ本物じゃないね。あ、本物や。本物です。無限の、うん、それ多分新車時から。あ、そうなの。ついてるやつ。俺なんかの車もこれつけたな。オデッセイかな。オデもあるっすね。あるよね。オデもフィットもあるし、このね、バイザー好き。あと、この昔のウィング好き。このさあの、インプとかもっと激しくない？ああ、あの、ちょっとこう、出とるっすよね、何かと。なんか、やたらでかいウィングつけるの好きだよね、この形式。やばくないまで。これもシビックっぽくないですよね。ああ、確かに。一つね。ね、うん。まあでも、ね。そう、ハッチバックやったらもう割るっぱねとかっすもんね。ね。マフラーもなんか、時代感じるね、こういう形見ると。いや、もう今ないですからね、こんなん。今こういうマフラーだけどさ、なんか出口おしゃれなやつだもんね、なんか、うん、あの、なんか形状が結構特殊なおしゃれ系が多いですよ ね。この切りっぱなしのやつってなんかパイプ切りましたみたいなマフラーだもんね、これほんまにね、こういうのなくなってきてますから ね。まあ今の組に合わんかもしれんね。そうっすね。あ、目覚ましになっとる。久々聞いたかもと。そう いい感じのホンダ感でしょ。ホンダ感、ピピピピ。これ純正？これ純正ですよ。あれシート、これ、あ、そうだろ、このホンダの人めっちゃ好き。そう、わ、めっちゃいい。超純正。でもうるさいっすよね。ビビビビ、ね、何ハンドルないやん。ハンドルないんすよ。てか重くない、このハンドル。重い。え、何これ、重っ。重いんすよ。あ、ボスが重いのか。そう、多分あのこれか、リースが重たい。こいつが重いのね。そう。いや、でも、いや、ハンドル全然重くない。いや、多分そんなことないですよ、うん、めっちゃ重い、これ。このメーターかっこいい。これ鍵自作ですからね。は、鍵自作って意味わからない。どういうこと。だってパタナイキーじゃないんでしょ。は、ほんとやん。なんでイモビも、あの、別チップで。何やったのこれ。え、何これ。え、何自作って、これどういうこと。これ自体が、あの、ケース売ってて、ほう、中のチップと。これはこれは、あの、なんか特殊な鍵屋さんで切ってもらいました。なんか、細かいことするね。あれなんですよ、あの、ちょ、これローンの、ほう、あの、差し押さえとかの車取りに行く業者さんがおるんですよ、うん、でそこの人が要はイモビとか切れるじゃないですか、差し押さえで引っ張っていくのに、うんうん、そこの業者さんにあのイモビとか全部作ってもらって。そうなの。すごいね、何でもできるね本当に。これ昔から謎、なんでこうなの。一回なんでしょうね、このまま回していくね、もうそれね、これ 2個目で一回折られてるんですよ。は、そうなの。あの、なんかガソスタかなんかで洗車出した時に
回すと思ってバキッていって、あマジで抜かれて、やばい、ね、知らんもんねみんな多分。そう、うわやばほらほら何これすごくない、いい感じでしょ、動くない、そこのフケ、これちょっと逆光で見るけどほら回り方よバイクバイク、何これ、ほんまにバイクバイクやんこれ、すごいねやっぱシビック、おもろいんすよこれが、この目覚まし音、そう目覚まし音久々聞いた、あこれキンコン、あマニュアルかならんか、あそう多分ならんすね、オートマだったらキンコンかな、キンコンキンコンってね、ホンダの特有の音これなんぞや、それこのイルミのスイッチ、ね、あこれ光るのこれ、光る光るっす、アンビエント、そうそうそう、ちょっと一緒るわ、適当に貼ったんで、ね、ちょっとポッコリしますけど、うにゃうにゃになってる、うにゃうにゃに、これ何色光るの、オレンジ、赤、赤、うん、一色、一色、へえー、なんかで、フットライトが RGB のライトついてて、へえ単色もあるんだ、下にあれですね、あんなにもついてんの、ついてます、やば、じゃあシュープレーション行きましょう、はいお願いします、じゃあバイクバイクそれバイク、ちゃ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 、これどうやってつけるの、これ普通に回してつけるんですよ、あの上つくす、本当についてるついてる、これで取れるの、そう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 、うわ怖くないこれ、あのね、あのパクられるの嫌で車を、あで家に止めてる時にこれ家に持って帰ってて、で駐車場に監視カメラついてるんですよ、うん、つけたんですよ、うん、常にこう盗難防止をしてるって感じですね、持病がねあるんですよ、何ギギギギ言うと、これ FD2 多分みんな言っとるんですよ、え、そうなの、こういうもんみんななる、うん、あれこれってさ、え、うん、ねバック6速のさらに奥行って手前です、あ、そう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 、そればっかり、あ、お寿司だったっけ、そう、あの、最近のこれとかこれじゃないっす、あ、こういう感じね、そう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 、で、15キロ以上出てるとあの、バックの方に倒れないっす、あ、そうなんだ、そう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 、じゃあ行きますか、行ってください、久々乗るなでしょ、だから最近なんかマニュアル乗る機会がさ、あ、ないっすよね、マジで、だって売ってないっすもんね、そもそもが、ね、うん、そもそも乗れんくなりそうだな、なんかマニュアル乗らんとね、いや、ほんまにっすよ、僕ももう最近週末乗るか乗らないかぐらいなんで、あ、そうなの、あ、なんか別で持ってんの、そう、平日ね、仕事用のプリウスがあって、プリウスじゃん、結局ね、仕事で乗ることがないので、移動とかで、俺どんくらいマニュアル乗ったかな、あの、そんなことないか、で僕、あれっすよ、この車乗るの2週間ぶりなんだよ、まだ飛び石ひどくないこれ、うん、それやばっ、もうね、何年ぐらい、何これ、5年ぐらい経ってこれなんで、ドラかわいそうやんこれ伸びてこんからいいやと思う、本当なんかレスポンスが、そう、今スロコンが多分ね、いいになってますよ、ちょんどねえよこれ、そうドラ扱いにくいんだけど、そう、今スポーツモードの、え、今2位なの、あ、本当だ、2位になってる、7段階あるうちの2位なんで、ピボット、え、7段階これどう上げるの、ね、左違うとかな、左7とかにするともうどうなの、乗れたもんじゃない一気にパーンいくさあ、やばくねこれ、やばいですよこれ、7、うわ、やばいってこれそう、これ7はマジで乗れたもんじゃない、やばいってこれ、おおおお、そう、すぐ解放されちゃう、なんか難しいすごいね、7これ、そう、いろいろやった結果、2ぐらいがちょうどいい、なにこれ、あー、やばいやばい7はやばい、そう、ちょうどいいですよ、2が2か3ぐらいがちょうどいいですよ、2かな、2でも結構、これ1位とかは何なの、あ、1位もあるっすよ、オフはできるの、オフは、左下かな、右下かどっちか、1ってオフに近い、いや、1でもちょっと回るんすよね、で、ノーマルモードっていうのとエコモードっていうのもあって、これ動画でわかるかな、ちなみに1だと、あ、もう7でしょ、7だと、おー、危ないってこれやばいでしょなんかスイッチやん、もうアクセルがこれ、そうやばいね、やばいっすよ、7はやばい、そう、7でちょっとめちゃく
ちゃ扱いにくいんで。じゃあこれシビックだからじゃない？あ、まあ、あると思うんですよ。他の車だったらここまでならんでしょ。過激にはならんと思うんですけど。過激すぎやこれ。7はねマジで使いにくい。やばいって。乗れたもんじゃねえ。でやっぱねエアクリー変えたんで音がシューっていうね。シューっていうターボみたいな面白い。そう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 、音がでかいっす。バルブが、うん、吸気化排気かどっちか忘れたんですけど、うん、なんか半分ぐらい開いてたやつが VTEC 入ると全開で開くんですよ。最初から全開でできないの？あ、ね、VTEC コントローラーつけると、あ、なんかあるね、VTEC コントローラー入れるっす。VTEC 入るタイミングを変えれる。じゃあ3000からとかもできる？あ、そう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 、できるっすね。ただまあ3000やとちょっとあれじゃないですか、早すぎて。ギギが気になるな、なんかこれそう、それね、気になって直せないの？油さしたりとかして一瞬マシになるんですけど。そういうもんだろうな、油とか。すぐダメになるんで、ね、ほんと持病なんですよ、それ。乗ってる人たら、ああそれねって感じ。あ、そう、まあやっぱ鳴ってるよねぐらい。あ、そんな感じなんだ。うん、だから支障ないよ、別にこれギーって言うだけで。あ、全然ないです。もうだってこれで8円乗ってますもん。じゃあ大丈夫大丈夫です。でもまあ一応クラッチ変えるんで、そろそろ、うん、その時にもうマスターもリリースも全部変えてやろうと。その辺の部品全部こっそり変えたら治るの？いや、わかんないです。治んないかもしれない。やってみんと分かるんだよ。一応なんか強化品みたいなのが売ってるんで、それで変えようかなみたいな。一応ペダルのところは、うん、一式買ってすぐ新品に変えてるんですよ。何かホンダから出てないの？対策品みたいなやつ。いや、なんか出てるっぽいんですけど。絶対あるでしょこんなの。なんかね、ボロク肝心ギギギギギとか言って。そう、昔の軽トラじゃないんだからホントに。実際もう言っても15、6年前の車なんでね。いや、古い軽トラならまだ許せるよもういいかと思ってそんな感じなの。そう、まあまあいいかなと思ってるんですけどね。ずっと乗ってるんでもう慣れちゃいましたね。まあね、うん、まああれ効かんすからね。ああ、意外と回らん。そうなんですよ。なんかスロコンなれんだなこれ。よいしょ。すごっ。まだまだ浮いてく入ってきたのレスボスやばくない？そう、めちゃくちゃ上がるっすよ。あーまんって感じだね。あ、そういうこと。そうそう、やばくない？やばいでしょ。これやばい。バイクやん。そう、ほんまにね、バイクみたいな感じ。なんじゃこれ、音が分かりやすい。そう、ね、前より面白くなってるね。でしょ、いい感じになってます。入らんでも面白いのに。十分ね、低トルクもあるのに回すと一気に化けるんで。待って、めっちゃ遅く感じる。大丈夫これ？乗用車、乗用車だってこれが普通なんだよ、多分。そうそう、これが、こいつが走りすぎないね。待ち乗りはこれで。やばい、待って、標準速度がもう俺、K にぶち抜かれたもんね。すごい、これでね、回すと気持ちいい。これやばいね。ご注意になってください。ホントブイテクはガン組み合わせよ。いや、これね、結構一気に化けましたね。結構カクって感じ。ほら、何これ、マジで。何これ、バカなってんのかなと思った。は？バカなんす。何
何こんなことするエンジンエンジンなんかエアクリあ、多分エアクリらへんやと思うはーってそこバーンって言う何この音じゃなんかマフラーがうるせえの分かるよ普通さこの辺から乗ってるぞ ねマフラーがガーンとか言うけどさこれ前から来るねそうなんかエアクリと何これ触媒変えてから一気に変わったんですよねその VTEC 入った後のその音というだってマフラー自体うるさくないもんそうアイドリングめっちゃ静かなんですよ静かだよねこれ低音が響いてるみたいでほらマフラーの音はさ全然普通なんですよ普通ここから何この音過激な音がバーンっていうこれプラスマフラー変えたらやがましくて乗れねえじゃねえほんまにそうなんですよねだからあの前 あの出てたタケちゃんのモリモリ感とかにすると、うん、多分音やばくてこれやばいね乗れんくなっちゃいそうでどっから鳴ってんのかなやばいでしょめっちゃ不活やないですかやばいやばすごいやんこの音最高バイクバイクバイクだわこれ何これでしょマジで、日本語でバイテクでうわーって言うじゃないですかマジであれよく考えたなと思って何これその通りっすよすごいねそう、めっちゃおもろいっすよこれやめれんわそう、だから乗り換えれないっすよだからこれを乗り換えってよりかはもう増車っていう考えこれだったらなんかもう燃費気にしんで乗れそうあ全然気にしたことないっすなんかこれ燃費っていう車じゃないねやっぱそうでもこれ、今日来たっすけど、多分リッター12、3出てますよこれここ来るのそんな出るだってピンピン走って今、満タン入れて200キロ走ってあんだけしか減ってないっすね意外と燃費いいんだじゃあ全然いいっすよ VTEC 入れるとクソ燃費悪いっすけど普通乗ってれば普通全然普通っす普通乗ってたらリッター10は行くっすね例えばさ、おとなしくさ、待ち乗りしてたらさ10出る11ぐらいっす結構出るね全然大丈夫っすよエコカーやんエコカーエコカーまあ、飛ばすときはまあ、致し方ないって感じだね、じゃあ VTEC 入れたらもう自業自得みたいな自業自得これは面白いわそう、手放せないんですよなんかさ、速いっていうよりさ、なんかエンジン回せるみたいなあ、そう、もうあの感じだね楽しめるって感じ、ね、楽しい速いっていうか最近ね、思ったけど、確かにね、速い車はね、パンチあっていいけどさ踏めんのよね、実際そう、街で踏めんし、うん、踏めないだってすぐ100超えちゃうやんそう、サーキットとか行くんやったらいいですけど、まあね、街乗りでね、楽しめるのはこのぐらいまでじゃないですかそう、86とかもそうだね、速くはないんだけどさあの、楽しいよね、なんかこの回してそう、だってこれで225馬力とかするねこれね、うん、全然いいね全然いいっすよ、ちょうどいいぐらいですねそうだね、300行くとねそうそう、もうちょっとね、扱いきれないトルクあるね、なんか意外と軽いのかな、車がトルクあるっていうか多分か、1270とかね、乾燥重量があー、そんな軽いそんなに、めっちゃ重くもないけど、軽くもないって感じですねただ面白いっすよすごいわめちゃくちゃ飛ぶじゃないですかいいないいでしょいい乗り換えれないんですよ、ね、これはいいてか瞬発力やばいねチカ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 ちょうど200キロだったあ、ぴったりですすごいねいい感じでしょなんか俊敏シャンシャンシャンって動くそう、もうハンドルもめっちゃクイックやしだからもうワイプレとかも入れたくないんですよあ逆にバランス崩れそうだねそうだからまあもうホイールの幅を広げて出づらを調整するみたいな超レスポンスです止まってる時は分からんのですよ、ね、分からん走るとやばくなる走るとマジでやばいすごいわあの前も本当に言いましたけど見た目うんぬんよりかはなんかやっぱねそうだねぜひ乗ってみてくださいこれは走って面白いねそうもう運転して超面白い車ですねただちょっとやっぱ大きいなと思う車がそうサイズがねやっぱね EK とか EG に比べるとでかいんで、ね、じゃだってダッシュボードこんだけ奥行きあるからのボンネットだもんねそうもうちょっとコンパクトだともっと楽しいのかなっていうそうねだから EK9 とか EG6 がそう、うん、ちょうどいいですね面白いんだろうねあの辺でも奥さんも乗るんですけどでも街乗りこっちが快適じゃない、ね
どうやろう、なんか俺の印象なんだけど、イージーシックスまで行くとちょっと普段乗りしんどい。あ、疲れはするでしょうね。疲れる多分。まあファミリーカーとしていいんじゃないですか。まあ EK ないんだったらまだ普段乗れるかなみたいな、コンパクトカーみたいな、ね、やりすぎなければいじっちゃうとちょっと、うん、これ快適やね。これ快適ですよ、普通の車。そう、全然普段乗りできる車ですよ。回して面白いし、もうちょっとなんかあのゆったり乗りたかったらアコードかね。あああっちだって高級セダン路線ですもんね。そうですね、なんかこれがやっぱ快適。そう、はい、わかりました、はい、じゃあ表彰式やっていきましょう、はい、お願いします。それでは、はい、表彰式です。いや面白いわこの車本当に。 でしょ。でも多分動画的には伸びないと思う。いやまあまあまあ、まあ、伸びないんだけど乗らんとねこれは分からん。そう、ね、いやかっこいいって言われたら別にそんなにかっこよくない、ちょっとごめんだけど。普通の車やからね、速そうに見えないもん、うん、てかスポーツカーに見えんすよ。見えない、セダン、うん、あなんだろう、この年代の セダン、スルンとしてたのね。なんだけど乗るとすこぶる楽しい、この車化ける。エンジンがだからいいんだろうね。そう単純にね、本当にそうっすよ、エンジンと。ということで愛車島認定、はい、ロビンドの綺麗な愛車 FD2 を星 3.5 として認定いたします。ありがとうございま す。いや外装やってやったらマジで4をあげたいぐらい。あーまあまあね、本当に下げたいぐらいですからね。あと、うん、なんかね、まあこれはこれでいいんだけど、とりあえず楽しかったでしょ。はい、ってことで、はい、こういう車も面白いのでまだ持ってる方いたらね、ぜひ応募してください。今日はこの辺で、はい、さよなら。It's not your fault.